防災減災豆知識、煙の速さ。火災が発生した時、炎よりも恐ろしいと言われる煙。今回はいざという時のために知っておきたい火災時に発生する煙の速さについての豆知識です。火災で発生する煙には人体に悪影響を及ぼす有毒ガスが含まれています。そのような煙から身を守るために知っておきたいこと、それは煙の速さです。煙が横方向に広がる速さは1秒間に 0.3 メートルから 0.8 メートル程度です。それに対して煙が階段などの上方向へ上がる速さは1秒間に3メートルから5メートル程度です。人が階段を上る速さは1秒間におよそ 0.5 メートル。もし階段に煙が充満してしまった場合は階段の使用を避けましょう。その場合は避難はしごなどの避難器具が有効となる場合があります。そのため普段から使用方法を確認し利用できるようにしておくことが大切です。煙の速さを理解して安全に避難を。